CGS をご覧の皆様、こんにちは。亀井総平です。本日もじっくり学ぼう日本の健康と予防医学をお送りしていきたいと思います。本日はひふみ農園園長の横堀浩一さんにお越しいただいてます。横堀さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。横堀さんのひふみ農園のことはですね、はい、以前から知ってたんですけれども、なかなかご縁もなくてですね、なんかお話お聞きしたいなと思ってたらですね、意識改革大学 の、はい、僕がやってる大学のですね、生徒さんでひふみ農園さん の、はい、製品ですとか食べ物とかを実際にもう消費者として受けてる人がいてですね、なるほどですね、はい、その方々にご紹介しましょうかって言って、お願いしますって言ってたら、前回CGS に出ていた篠浦先生の方から私たちもつながってますから、ご紹介しますよって言っていただいて、はい、そうですか、今日インタビューを受けていただくことになりまして、ありがとうございます、はい、で今日はですね、はい、今ひふみ農園っていうもので、はい、で僕らこの CGS でも何回も取り上げてるんですけど、自然農法っていうのもやっぱりされてますと、はい、自然農法というのは簡単に言うと、化学肥料とか農薬を使わずに、はいはい、本当にこう自然の力で野菜を育てようということで、はいはい、今の僕らの日本人の常識からすると、そんなんで本当に野菜できんのということで、僕も最初は耳を疑ったんですけど、でもね、実践者もたくさんいらっしゃるので、そうですね、はい、でその自然農法の実践者のお一人として、はい、やられてますので、今回、そのひふみ農園というものがどうやって出来上がったのかという、ストーリーをですね、はいはいはい、お話聞いていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、で、もともとその農業をやろうと思ったきっかけって何だったんですか？そうですね、最初は私も農業経験もないですし、はい、農家の生まれでもないので、はい、学校も出たわけじゃないので、うん、全く素人だったんですけど、はい、やはり野菜が好きだったりとか、はい、そういった子どもの頃から好きだったんですよね、はい、それできっかけとしては、その東京の国分寺っていうところに一戸建て を持ちまして、はい、それでちっちゃい庭があったので、うん、そこでちょっとやってみようかなというのが直接のきっかけで、うん、でやり始めたんですけど、はい、やはりこう土がすごく瓦礫が入ってたりして悪かったんで、はい、ちょっとうまくいかなかったんですね、うん、それで困ってたところ、あれですね、その船井先生、はい、船井幸雄先生の本を読んだり、はいはい、中谷慎一先生の本を読んだりして、はい、そういう中でそのパイシステムっていうものに、当たりまして、はい、これなんだろうなと思って、うん、それで調べていくうちに、農業 その活性剤とか、はい、その改良をする資材があるっていうことだったんで、うん、それを早速注文して使ってみたんですね、はい、で活性剤っていうのはなんか液体とか、そうですね、液体と、あと土みたいな、うん、はい、そういった個体と2種類あったんですけどね、うん、私もちょっと読んだことあるんですけど、それはやっぱりこう土壌が酸化しているものを、そうですね、中性かアルカリ性の方向に持っていくという、はい、いや酸性とアルカリ性ではなくて、はい、酸化している土壌を還元するっていう、還元していくだけ、そういうことですね、そういうシステムですね、はい、なるほど、そういうシステムと出会われて、はい、そうですね、でそれを試してみたら、はい、今までできなかった、はい、ピーマンとかうまくいかなかったんですよね、うん、でそれがトマトとか、はい、キュウリとか、うん、非常に申し言い方悪いですけど、市販のものよりも結構美味しかったんで、はい、これはいいなっていうことで、それはあれですね、さっきおっしゃった瓦礫が埋まってた庭で普通にできたんです。そうなんですよね、もちろん瓦礫は取り除いた後に、はい、後にその資材を、うん、SO1 っていうのと、はい、あとバイオワースという液体ですね、はい、それを希釈して撒いて、それだけなんですけど、ね、それだけですか？それだけなんですよ、はい、それで瓦礫が入ってたんで酸化してたんでしょうね、はい、それが還元されて、うん、ものすごく簡単に言うと、はい、そういうことだと思うんですけどね、なんか魔法のような、はい、そんな感じを受けましたね、本当かよっていう。でもじゃあ、もともと本当に農業とかは全くされてないところで。そうですね、そうですね、はい、もともとのお仕事はどんなことされたんですか？普通のサラリーマンで、はい、広告代理店とかIT 関係とか、うん、外食産業とかにいたんですけどね、はい、そんなところからいきなり農業に興味を持ってやりたいと。そうなんですよね。でも実際家買ってみたら庭が瓦礫の埋まってる庭で、そうだったんですよ、参ったなっていう、非常にショックだったですね、はい、うん、で、船井さんとか中谷さんの本でパイシステムというのを知って、偶然に知ったっていう、はい、でそれを巻いただけなんですよ、はい、だから誰でもできると思いますよ。うん、私も別にそういった技術があるわけでもないですし、
まあでも今の話だと家庭菜園のレベルですけど、そうですね、それがこうひふみ農園に発展していったのはどういうことなんですか。そうですね、はい、もう少し、まあ、突っ込んでやってみたいなと、はい、あんまりびっくりしたんで、うん、はい、そしたら知り合いにいろいろ農業を実際にやってる方がおられたので、うん、はい、そこに住み込みで行って、はい、いろいろその種の巻き方から住み込みっていうことは仕事辞めてってことですか。あ、いいえ、土日だけですね。あ、なるほど、はい、土日だけまだ仕事してましたので、はい、土日だけやって、それで、まあ、種の巻き方すら分かんない、うん、まあそう、そうですね、何もやられたことなかったら、ね、テキストとかいっぱいね本屋さんで買っては見たんですけどね、はい、なかなかちょっともう一つよく分かんないんで、はい、具体的に教えていただいて、うんうん、それをさらに、はい、まあ、パイの農業資材をそこに投入して、はい、まあ、やってったんですね、うん、で結構親戚も、うん、群馬県の伊勢崎市っていうところに、はい、伊勢崎はあります、はいはい、ご存知ですか、うん、そこにいまして、はい、でそこでちょっと農地を、うん、でも10坪ぐらいですかね、うん、借りて、はい、そこはまあ農地なんで、はい、まあその、まあその鶏糞だとか、はい、そういったものを使って、ま、行っても、はい、割といいうちの庭よりも全然いいので、はい、はい、うん、やりやすかったですね、はい、うん、ところがやっぱり無農薬でやると、はい、その皆さん農薬は使ってるんで、うん、最初にやったのが小松菜だったんですけど、はい、ボロボロに虫に食われて、あ、それを覚えてますね、はい、これはダメだと、うん、っていうので、まあいろいろやりながら、はい、なったら もっと本格的に、はい、まあ、いろいろ本とかいろいろこう農家の方には教わったんで、うんうん、それで父親に聞いてみたら、その親戚がその前橋の赤城山の麓に、はい、結構土地持ってて、はい、そのお父さんが亡くなっちゃって、はい、息子さんは他の仕事してるんで、うん、継がないっていうんで、はい、いっぱい余ってるよって言って、うん、それでその2010年のに見に行って、はい、ですごくいいとこだったんで、はい、それでじゃあここでやってみようかって言って、うん、最初2反、はい、親戚からお借りしたんですよね、うん、それがまあひふみ農園の始めというかですね、はい、うん、始まりですね。なるほど、はい、でも2反からこうやっていくとどんどん大きくなってるわけじゃないですか。そう、今は10反ぐらいですけどね、うん、それが なんでこうやっぱりこれ欲しいという人が増えてきたからってことですか。そうですね、うん、中谷先生の、はい、雑誌の玉浦っていうところで、はい、ちょっと紹介したところ、はい、その野菜を無農薬の野菜を食べてみたいって方が結構おられたんで、うん、はい、じゃあお任せひふみ野菜セットってことで、うん、ちょっと販売してみようかなと思ったら結構注文が来たんで、はい、それでどんどん増えてったっていう形ですね、うん、なるほど、はい、でなんか僕雑誌読んだ時なんか サプリメントとかも使われてるんですよね。そうですね、そうなんですよ、はい、そのなんていうんですかね、やっぱりまあこれは普通の観光農法の、はい、農家の方もそうですけど、はい、どうしても曲がった人参とか、はい、曲がった大根とか、うんうん、ちっちゃいじゃがいもだとかできてしまうので、はい、まあ、いわゆる、まあ、無駄っていうか、はい、まあ、廃棄、うん、するのでそれもったいないんで、はい、それを原料にしたら、まあ、サプリを作れればいいなと思って、うん、それで作ったんですよね。作ったってもまあその委託 OEM 製造っていうかですね、はい、はい、製薬会社さんにですね、はい、まあ、そういうのを作ってもらいましたね。うーん、なるほど、その発想がすごいですね。自然農法をされてる方って僕いっぱい知ってるし、僕も熊本の熊川のほとりっていうそういうグループを応援してるんですけど、でもなんかサプリを作るっていう発想はなかったので、そこがすごいなと思って、はい、まあそのなんて言うんでしょうね、手軽に取れるっていうんですかね、うん、はい、それにその野菜だとどうしても1週間ぐらいで悪くなっちゃうので、はいはい、葉物なんかすぐ悪くなっちゃうじゃないですか。まあじゃがいもとか玉ねぎはね、うん、ずっと持ちますけど、それなんでそのまあもっと手軽に取りたいっていう、はい、私が考えたっていうよりそういう要望もあったんで、うん、じゃあ作ってみようかっていう、あでネットで調べたら作ってくれるってとこがあったんで、ただほとんどのところ断られましたね。生野菜持ち込んでもそんな作れませんと、はいはいはい、野菜粉末にしてくれれば作ってもいいけどっていう、はい、うん、まあ、上場企業なんかもみんなそうだったんですけど、はい、それで岐阜県のアダプト原生薬さんっていうところだけが、はい、うん、生野菜でもいいよって言ってくれたんで、それで、まあ、岐阜県になったんですけどね、はい、わかりました。なんかでもすごいなんかもっと僕の印象としてはなんかすごい計画的に
もっとこう肩に力入れてやるぞって作られたのかなというイメージがあったんですけど、そうではないですね。なんか今回なんか自然な流れというか自然な流れですね、うん、なんかやっていく中で問題に当たってちょっとそれを修正してっていう中でそうですね、できていたのがあのひふみ農園であり、そうですね、でサプリメントもそうですね、野菜がもったいないから、まあ、もったいないからなんか活かせないかなみたいな、そうですね、そういうところから、そういうところですね。へえ、うん、まあ、あとはあの会員さんとかお客さんのご要望ですね、うん、はい、にまあ答えたいなというところですかね。逆にその会員さんとかがその農法とかを教えてほしいとか、はい、指導してほしいとかっていうこともあるんじゃないですか。そうですね、うん、それはありますので、はい、会員さんはまあ主にその玉枝の会員さんが多いので、はい、うん、まあ、そういったその玉枝の中で、はい、農園だよりっていう記事を書かせてもらってるんで、うん、はい、その中でまあちょっと説明させてもらってると、うん、でまあ、年に 1,2 回は収穫祭があるので、はい、その時に来ていただいて、うん、まあ、実際にこんな感じでやるんですよっていうのは実地でお教えしてますけどね、はい、まあ、もう少しそのご興味があるんだったら、はい、まあ、そういったそのセミナーみたいなものを設けるのもいいかもわかんないですね、うん、なるほど、はい、ということで、まあ農園を、まあ、そういう流れでね家庭菜園から始まった、はい、農園があり、まあ、 そこでサプリメントを作り、まあ、そこで実際やってるシステムなんかを、まあ、教えるというようなこともされていると、そうですね、はい、その農業資材も販売してますんで、あ、なるほどなるほど、はいはい、そういった横堀さんに今日はお話をいただいて、はい、で次回ですねもう一回ちょっとインタビューしたいのは、はい、パイシステムの農法についてはい、もうちょっと、はい、触りだけしか聞けなかったので、はい、次回ちょっとパイシステムの農法ってどんなものなのかっていうところ、はいはい、ちょっとまた全くの素人なんで、はい、はい、教えてください。承知しました、はい、次回もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。